立憲民主党蓮舫モンスタークレーマー化し批判殺到、安倍首相の記者会見で本日安倍首相が記者会見を開きその中で記者が発表しておりましたが蓮舫さんはそれは記者会見ではないと否定してしまいました一方的に発言しているだけだと主張されておりますけども そもそも安倍首相は何度もぶら下がり会見を開き、記者からの質問に答えており、さらに今回は正式に記者会見を開いているのに、今度は会見ではないと、蓮舫さんは批判してしまいました。もう完全にモンスタークレーマーになってしまっております。まあ、こういった批判のための批判は全くもって無駄であり、 蓮舫さんが自ら能力不足だと無能だとアピールしてしまっていることを気づかれていないんでしょうか。また蓮舫さん、本日の記者会見の内容、確認されていないんじゃないかと思うんですけども、まあ、こちら、おかしな記者が発狂し続けており、一方的に発言し続けていたのは、安倍首相ではなく記者でございました。 蓮舫さんはこういった記者会見がおかしいと批判する前に記者がおかしくて会見がおかしくなっていると批判するべきでしょうこういったおかしな記者によって記者会見が妨害されて国民の知る権利が奪われているという事実がございますまた蓮舫さんは壊れたレコードのように憲法53条がどうこうと 繰り返されておられますけれども、憲法上、政府は臨時国会の開催をすでに決定しておりますので、特に問題はございません。蓮舫さんには、こういった批判のための批判、反対のための反対を繰り返すのではなく、まずは立憲民主党などおかしな野党の皆様、民主党の残党の皆様がしっかりと 国民が、有権者が必要とする政策を具体的に打ち出していただき、まあ、そもそもの問題として立憲民主党は安倍政権において特措法の改正すら反対すると表明した事実までございますので、そういった政府与党の感染症対策に協力していない方々が 国会を開けと要求したところで、また、妨害されてしまうだけなんじゃないかと思ってしまいます。ぜひとも、蓮舫さんなどには、国会議員になってしまったのであれば、最低限、国民の代表として、しっかりと国民のためだけに、日本のためだけに、仕事をしていただくよう、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。